で、私たち悪魔論というか、ね、天使の話を人道学して美術の絵画を使って復習して、そして、まあ、その悪魔論に入ってきたというところですよね。まずこの基準があって、なんていうのかな、もう本当に論理的なことです。ある基準があって、それと違うから違うよっていう話になるわけです。まずすっごくベーシックなところで、ってなると、なんか私たち例えば善悪って言った時に、善っていうとなんかすっごいこうこの辺にこうね丸い枠がついた、なんかこう良さそうな人がいて、悪っていうとなんかバイキンマンみたいなのがいてとかってイメージするんですけど、でも何を悪かっていうのって、実は積極的に定義できないっていう、ここがポイントなんです。やっぱりどこか善っていう、これが批判だよっていうのを立てない限りは、悪はとして立てられないのではないかという、まあそういう意味ではそのキリスト教の善一元論っていうのは、なんて言うんでしょうね、とても気持ちわかるのは、なんかすごく偽善的に響くだと思うんですよ、それにちょっとイラッとするとしたら。ただ どちらかというとすごく論理として一貫性があるっていう感じだと思うんです。まず一つ目です、それが。で、さらに私たちこの後ずっと悪魔論の時代を下って見ていくんですけれども。